これ、これ見てみ？これ、銭、新しい銭らしいよ、これ。一万円札。これ、なんかすごい、シャチーンやけどね、これ。2024年度上期をめどに、市中に出回る予定の新紙幣の印刷が1日始まったって書いてあるけど、2004年以来で、デザインが変わるの2004年以来で、この日は新一万円札の実物が初めてお披露目されたって。これやって。な。デザインが刷新されるのは1万円、5000円、1000円の3種類の銭ということで、2000円は見送られたって書いてあるわ。2000円札って今あんのか、これ。表面に書かれる肖像画は1万円札が日本の資本主義の親父と呼ばれる渋沢栄一やて。まあちょっと私生活はな、いろいろあるみたいだけど、まあそれは人間やから、しゃあないということにしとこか。な。五千円札が津田塾大学を創設した、梅ちゃん。で、千円が色用療法を確立した芝ちゃんということで、一万円札の肖像の変更は、1984年に聖徳太子からこの論吉に変わって以来、40年ぶりと、いうことで、だからこの論吉が相当長かったんだよな。裏も変わって、なんかこう、法とか、なんか東京駅とかなんか、つらつらってなったみたい、これ。この日は、一万円札の印刷が始まって、麻生が、すり上がりを確かめた。麻生は、今の時代にふさわしいデザインになった、と話したとかさ。な、お前は出てくるなよ、お前は。お前なんだ、これ。お前は出てくるな、これ。お前こんな一万円札なんかゴミだろ、お前から見たら。な、腹立つ、お前は出てくるなって。腹立つわ。めちゃくちゃ腹立つ、これ。な。で、これなんかこう、ほら。なんか出てくるんだよ。3D ホログラムやって、これ。ここ。かっこええやつちゃう。3D やから立体みたいに見えんやろな、これ。そういう技術を入れてきよったらしいよ。これな。たださ、これ見てどう思う？これ。まあ、慣れの問題もあるやろうけど。なんかこの1万の数字がすごい、なんか、ワードとかで作った文章の1万みたいでさ、なんかすごい、チャチいよね、これ。安物っぽいわ。せやろ？いや、今のさ、金って、ここに1万って漢字で書いてあるだろ？な、どっかにこれあるんだろうけど。現在発行、これや。ここに1万って書いてあるやん。な？数字がこの上に書いてあるでしょ？こことここに。な？だからまあこれ、まあ外人が見たらさ、これ読めないから、まあ、中国人は読めるだろうけど、外人、アメリカの鬼畜米が来た時に、まあコロナで来ないけどさ、もう、今後未来永劫来ないけど、外人が見た時にさ、こっち読めるやん。これ読めないから、ここに書いてあるからいいやん。な？で、ここになってんのよ、これ。で、漢字がこんな横にとかさ。いや、お前、どこの国の金だ、これ。麻生太郎。なあ。おかしいだろ、これ。ここに漢字でしょうよ、これ。日本の金なんだから。外人の金じゃねえだろ、これ。逆にしてんの、これ。なあ。外人に配慮しました、みたいなさ。いや、ここに書いてあるからわかるでしょ、外人でも。
逆にしてんの、これ。わけがわからんわ。な？わけがわかれへんのに、これ。今の時代にふさわしいデザインになったとか、これ、あそこ腹立つわ。腹立つわ。めちゃくちゃ腹立つ、これ。なんなの、この外人配慮みたいなさ。お前はどこの国の人間だ、これ。腹立つわ。こうやってこの文化が破壊されていくわけ。な、この安易なデザインになっていくわけ。このワードで、な、素人がワープロで作ったみたいな、町内会で老人が作ったチラシみたいな、ああいうやつになるわけな、これ。で、ここに渋沢の親父な、これ。ただ日本の資本主義の父とか言われてるけど、実生活どうなんそれ。女何人いたのそれ。なあ、それ言うとあかんな。それ言うとあかんわ。いや、だって人間だもの。せやろ？そんなお前優れてるところあったらさ、な、じゃあ逆に悪いところもないと成り立たんや。せやろ？そんなお前資本主義の父で、な、私生活も、な、バッチリしてて、な、子供たちに立派な背中の、親父の背中を見せて、スポーツ万能で、な、歌も歌えて、な、プロゲーマーで、野球もま、一郎以上で、な、将棋やらせたらお前ハブとか、な、三手で済ませるみたいなさ、そんないないやん。そやろ？そういうお前、やつは、そういう素晴らしいのは天皇陛下以外ないから。わかる？な、人間だものや。天皇陛下は人間ではないからな。神様だから。そう教えられてきたからな。あれ。天皇陛下は全てにおいて、お優れ遊ばされてるわけ。当たり前でしょ、それ。なぜなら天皇陛下だから。な、その、まあ、2000年か3000年か、まあ、中国4000年の歴史か、小室さんかわからんけども、お金受け取らんのかわからんけどもな。だから、この国民がみんなついてくるわけ。わかるこれ。天皇陛下万歳って言ってな。だ天皇陛下にしたらあかんのこれ。ここ。天皇陛下に、今の。もう親父さん引退したから。そやろ？親父さん引退したから、今の天皇陛下これ。あかんか？それだから問題あんのそれ。天皇陛下にしたら。あ、天皇陛下が、あ、そっか。天皇陛下のような、この、ジャパニーズエンペラーが、位の高い方が、この、な、汚れた国民のこの手垢に汚れるのは、あかんか。あかんな。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。謝罪いたします。申し訳ございませんでした。宮内庁に謝罪いたします。申し訳ございませんでした。私の考えがあもうございました。申し訳ございませんでした。どうでもいいわ。どうでもいいわ。渋沢より天皇陛下の方がいいと思うけどね。他の国あるだろ？どこか国王とかお札になってんじゃないのそれ。なってないの。他、わからんけど、他の。シナの鐘は、毛沢東だもんね。あ、シナの鐘、これ全部毛沢東やよ。東よ、これ。毛沢東、毛沢東、毛沢、これ全部、全部毛沢東やしゃ。東やしゃしゃ、これ。これの方が良くねえか？まあいいや、まあいいや。まあというかこれや。な？んで、ね。他の、そうそう、5000円とかあんねん。もうちゃんと俺準備してるから、資料。な？プレゼン資料。え、学会でのプレゼン資料。何の学会だ、これ。こうカシャカシャ言うてんの、これ、ブラックガクガムや。味ないねん、これ。全然辛ないしな。こうたあかんで、これ。ロッテ。これな。韓国企業とか言う以前にこうたあかんで。全然辛ない。な？噛むやろこれ。一分ぐらいで味ないね。わけわからんわ。何のためのこれ。高いでこれ。ブラック、ブラック、これ。これ。もう楽器や。楽器。もう楽器として使うしかないよ、これ。
これ。あかんで、ほんまに。全然からないから。眠気すっきりって書いてるけど、全然もう、目覚めるどころか、もう逆に眠なるレベルだ。で、本当にもう味、1分後にないから。わけわからんで、これ。こうたあかんで、これ。だ俺もう楽器として今聞こえてるけど。これさっきのな、渋沢の親父な、スペシメン。見本っていう意味やからな。もう俺英語、流暢だから。まあ、少なくとも小泉のせがれよりかは、流暢だからな。これ。関東学院大学。まあ、偏差値50ないから。な。スペシメン。X 面じゃないからな。これ間違えたらあかんで、これ。渋沢。ここにだから、ホログラムっていうか、3D になってん違うこれ。まあ、こんなすぐ飽きるわ。東京駅やろこれ。偽造防止技術、3D ホログラム、世界初やて。世界初。な、こんなしょうもないのにお前、銭流れてんだろこれ。電通に流れてんだろこれ。なんで電通やねんお前関係ないだろこれ。竹中平蔵に流れてんだろなんでやねんお前。高精細、好き入れやて。なんや、わかれへんけど。額面数字の大型化やで、これ。ドーンこれ。な、こんなもう、デザインも何もありゃしないわ。こんな品のないこれ。な、識別マーク。手で触ったらわかるのあったな、とか。な、端っことかにあるやろ。褐色。これや。これ1万円な。で、5000円、これ。どこのおばちゃんやねん、これ。どこのおばちゃん、これ。誰？あ、梅ちゃんや。梅ちゃん。何した人か知らんけど。図柄富士。富士稽古か？ちょっとこれ、縁起悪いやんな。それしたら。新宿の女になってしまうで、これ。これもホログラムあるみたいやで、これ。まあ、あと一緒や。5000円。な。これ安っぽいな。やっぱこのアラビア数字をこう、持ってきたらあかんわ、ここに。安っちゃちやろ。めっちゃ安っぽいわ、これ。なあ。これ、梅ちゃん何したんこれ、なんか大学の創設者ってこれ偉い人なのこれ。よ、わかれへんけど。2000円。2000円あれへんから。1000円。これな。これ。しばちゃん。しばちゃん、これこれ。なんで偉そうなんこれ。なんで偉そうなんこれ。態度でかいやろ、これ、しばちゃん、これ。裏、富岳36系、ほら。この、いかにも、ジャパンみたいなさ、外人が思うジャパンみたいな、あるやろ？寿司とか、銭湯、芸者、な、腹切り、侍みたいな感じや。忍者みたいな。こう、波の絵な、これ。こんな波ないやん。嘘ばっかりだよ、これ。これ、ホログラム、ここや。ここ。下に入ってんね、これ。1000ってさ、ちゃちんだよ、これ。で、2000円はなしということや。な？これ2000円さ、もう作ってないやて。これ、日銀の春ちゃんな？黒田の春ちゃんところの、あれやけど、あ、辻元のとこの春ちゃん違うで。あ、ち、せがれじゃないから。これこれ、ほら。令和3年度。2000円券ゼロや。こしらえてないんや、これ。だからないんや、俺2000円札ないな、思うたら。作ってへんもん。そやろ？で、これテスト出るから見ときな。1万円札が9億枚。5000円が4億枚。2000円ゼロ。1000円が 16.9 億枚。合計30億枚と。これな。多い順に並べなさいってテスト出てくるで。これ。ここ隠しといてな。令和3年は今年やろ今年。なんこのこしらえた紙幣を多い順に並べなさいと。な。やっぱ1万円が多いかなと思うわけや。な。これ最高紙幣だから。これ以上あれへんからさ。な。でも実は1000円でしたみたいな。な。まあ、5000円少ないのわかるけどさ、2000円ゼロですね。で、これさ、
過去の推移もあんねん。なんか下が新しいわけや。な。二千円札ゼロなのよ、これ。ずーっとゼロやねん、ほら。ゼロ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 。そうとも、これ10年以上作ってないよ、これ。だからお前二千円札ないんや。おかしいな、思うたら、これ。なあ、だから二千円札もう、お前手に入れへんの違うか、これ。銀行行ったらくれんのか、これ。一万円持って行って。銀行のおばちゃんにな。受付のおばちゃんに1万円出して、これ2000円札5枚にしてくださいって。やってくれへんわな。そんなやつ儲かれへんしさ、それ銀行も。給料低いのにな。やってくれへんわな。いや、すいません、そういう両替みたいなうちやってないんですよって。あ、そうでっか、すまへんなーって帰ってこなあかんか。だいたい2000円ありへんか。銀行行ったあんのかな。二千円札、これ。二千円札ありまっかって。いやー、うちももう二千円札おまへんねーって。作ってへんもんな、これ。それ滅びるわ。ね、合計の枚数は、まあ、ここちょっと多いけど、バーっと減ってきてるよね。まあ、でも30億枚は出してるみたいやから、あんまり変われへんのか。まあ、今後どうやろう、キャッシュレスやなんやで減っていくんかな。小銭は減ってんちゃうか。まあ、それ、ちょっと今回調べへんけど、めんどくさいから。5円とか10円とかさ、あんなんキャッシュレスやったらいらんやん。そうやろ。そういうのは減ってるかもしれないけど、まあ、CA はまあそうでもないんちゃう。とにかく2000円はもうこしらえてないということで。これが、1万、5000円。で、1000円と、いうことやけどさ、俺思うんやけどさ、これ、今、渋沢も死んどるけど、子孫とかおるやろ？まあ、こいつ容器おるやろけど、これとかさ、おれへんの？独身なの？これ。子や孫とかおるやろ？これも。北さ、さと、しばちゃんの、子や孫とか、孫の孫とか、平民武田とか、いや、要はさ、この絵を勝手に使わんといてくださいとか言うてけへんのか？子孫が。これ絵の権利持ってんちゃうの？これとか。そういうのはないの？これ。いや、例えばな、お渋沢の子孫、まあ、子や孫か、孫の孫か知らんけどさ、な？権利持ってて、いや、うちの先祖使わんといてくださいと。言うてくる可能性ないの、それ。まあ、まあ、これでもいいや。しばちゃんの子孫が、ね、うちの、これ、先祖、使わんといてくださいと。ね、勝手に、これ、肖像権侵害ですよとか言うてけへんのか、それ。大丈夫か、それ。な、昔のさ、聖徳太子とかさ、そういうのはもうそんな古すぎるから、子孫も何もないやろけど、こんなんまだ最近の人やろ？死んではるやろうけど。お前これ、怒ってきやる可能性あるやん。しかもさ、これ芝ちゃんからしたら、1000円やろ？これ1万円や。な？芝ちゃんの子孫からしたら、いや、うちの先祖は、この渋沢の野郎の10分の1の価値しかないんですかと。そういうことでしょ？これ。取りも直さず。このわけわからんおばちゃんの5分の1の価値ですかと。ね？じゃあこれ日銀は、うちの大事な先祖を馬鹿にしていると。ね？これ、名誉毀損だと。ね？こんなお前、なんか、ウイルスかなんか知らんけど、それ研究者やのに、馬鹿にしたと。1000円だと、一番下だと。ね？こんなわけのわからんおばちゃんとか、な？こんな、みだらなあれの方が上だと。おかしいじゃないかと。これ、訴えへんのかな、これ。そういう可能性ないの。で、一つはこの勝手に絵を使ってることで、ね？これ、裁判。もう一つはこの、先祖を貶めたと。いうことで、裁判。な、日銀相手だから、これ黒田被告や。
黒田春彦被告や。これ訴えへんのかこれ。そういう危険性はないのこれ。どうやろ、それか使用料払ってんのこれ。誰が権利持ってんの知らんけど。長男筋かやっぱり。長男の長男の長男のが権利持ってんのかこれ。これとかさ。銭払ってんのかこれ。一枚あたりなんぼとか。払ってんの？ちょっとそんなあたり調べといてこれ。俺それちょっと危惧してんねんこれ。な？いやこれ本人はもうおれへんから。そうだ、ええも悪いも確認できへんけどさ。子孫分かれへんやん。そんなお金欲しい人がでおるかもしれんからさ。な？こんな、銭払えと。いうことにならないのか、それともう払ってんのか。どういう問題？これは、俺そう問題としてちょっと気になるということを言うてるだけであってな。うん。別にそれがええとか悪いとかそういう話じゃないから。そうやろ？ちょ、それが気になるけどさ。な？とりあえずこれ3種類と。いうことで、まあ、あと発行枚数やな。ちょっとでもデザインがな。やっぱあかんやろ？俺的にちょっとデザイン、まあ見慣れてないっちゅうのもあるのかもしんないけど。これやで。ここがやっぱ安っぽいわ。うん。このなんか 3D とかでちょっとごまかしてるけど。これちょっといかんわ。やっぱこれとこれ入れ替えて、ここに書いといたらいいやん。数字で。こっちもな。そやろ？ここ見たらわかるんだから別に外人でも見たらわかるわけ。別にここじゃなくてもさ。これ読めんでもいいやん。ここに書いてあるんだからさ、これ。せやろ？過去の金ってみんなそうなってるわけよ。な？1万円券。これが、現在発行されてるやつな。今のやつ。ほら、せやろ？これ。福沢論吉や。な？これいつまで？ 2004 年から発行されてるやつな。これ今の、あれや。お前らの財布にも入ってるわ。5000円。樋口一葉や。な、まあ、なんか、ようわからん、おばちゃんな。やっぱおばちゃんも入れとかんとさ、男ばっかりやったらこれ差別だるやろ。女性の社会進出を阻害してるとか、女性差別やとかさ、ジェンダーなんとかとかなるやん。な、だから今回もさ、なってるわけよ。な？男やろ？男やろ？これ男やったらもうこんな裁判やで。おかしいって。そやろ？だから女もちょっと入れとけみたいなさ、ことになるわけ。な？でもさっき言うとくけど、次な、まあ、何十年か知らんで、またお札変わるわけや。な？その時には、絶対黒人入ってるから。間違いないで。これ。そやろ。男女平等ときたら、今度人種も平等や。な？日本人から選ぶにしてもさ、な？黒人おるや。今度絶対黒人入ってるよ。うん。黒人になってる可能性ある、これ。ガチでな。それ、言うとくけど。動画残しとくけどな、これ。黒人とか。白人でもいいわ。な？絶対、そういうの出てくるから。な？樋口一葉、これ。2000円。これがもうないね。この、2000円な。シュレーモンや。琉球やろ？ 2000 年に2000円をやっとるわけや。わかるこれ。プレステ2の時な。これ。2000年の。多分これ来年これ俺これ持っといてよかったな。お前ら持ってるかこれ2000円だぞ。もうレアカードやぞ。レアカード。作ってへんから。さっきのお前数字見たろ ?0000 や。これ。もう00もありへんやんこれ。なあ、2000円お前持っといてよかったなこれ。琉球な。1000円。これ誰やこれ。あ、野口や。野口な。野口は、何してんやったこれ。あれや。これ、バイキンかなんか研究しとったやつかこれ。なあ。
に、で、なんか、その、バイ菌かなんかに、ウイルスかに感染して、アフリカかどっかで死んだやろ、これ。私にはわからない、みたいなさ。な、コロナちゃうけど、これ、死んだやろ、な。んで、これ今のやつやろ。で、これもあんねん。あの、もう発行停止やけど、今も使えるやつな。これ。これ先のやつ一緒やんと思いきやちゃうねん。よう見てみ。ほら。わかるかな？これ今のやつな。これ前のやつな。ちょっとね、デザインちゃうのよ、これ。このあたりとか。これ今のやつ。前のやつ。ほら。ロン吉やけど、ちゃうのよ。デザインがな。これもさ、これなんか変な、なんか奇形の鳥みたいなあるやろ？これ今のやつな。前のやつ、ほら。なんか鳩みたいになってんねん、これ。いや、これなんてロン吉を変えへんかったんよ。紛らわしいやろ、これ。どうせやるんやったら変えたらいいやん、ここにな。これ、だから、前の一万円札な。これももう、ないんか？探しあるかな？お前ら見てみ、これ。一万円札な。で、これもせ、前のやつ。これも発行停止やけど使えるみたいやけど。この、聖徳太子や。こんな俺知らんわ。生まれてへんわ。ごめん、これ俺知らんわ、これ。このさ、聖徳太子と一万円札を、これなんか、最近コンビニに持ち込んで、それ偽札やったっていうのが、あるみたいやな、これ。そやろ。でもこんなん分かれへんやん。そやろ？こう、いや、あの、店員のやつもさ、若い兄ちゃんとか、今やったらもう店員外人やろ？中華どころかもうなんかタイとかベトナムとかなんかそういう雰囲気のやつがコンビニにおるから、これだ、ピャッと出したとこで分かれへんで。どうしてんのかな？そやろ？偽札かどうか分かれへんやん。これ本人これ知らんねんから。な？機械で通すのか？でも機械で通したらその、この間の偽札はあれ発見できへんかったやろ？店で。な、全部機械に通すわけ違うのか？え、そ、コンビニではどういう規定になってんのそれ。ちょっとバイトしてるやつ教えてくれや、これ。この昔のお金持ってこられた時さ。どうやって判別してんのこれ。いや、それおじいさんが店やってたらさ、あ、懐かしいね、とかいうのわかるかもしらんけど。そのまま平成生まれの、な、俺を含めたヤング、こんなん出されても分かれへんやん、これ。ああ、これ偽札だとか言って。そうやろ？警察通報なるで、これ。本物でも。な？で、警察がバーッと来て、どうしたんですかって。いや、この、客、偽札持ってきたんですって。こんな、ね、一万円札、知りませんでって言って。な？警察が見て、な？その警察もお前、若いあんちゃん、やったらどうすんだよ。ああ、こんな聖徳太子の一万円札、ああ、こんなものありませんね、みたいな。逮捕だ！緊急逮捕だって言って。もうこれ、パトカー乗せられるよ、これ。取り調べや。これ、交流や、これ。な？偽札容疑で、これ。せやろ？本物でも。な？おー、どないなったかなって言ったら、お前、上役もさ、そんなお前そこら辺の警察署の上役なんかみんな学歴ないから、おい、おい、これ知ってるか？この札。コンビニでこんなん持ってきたんやって。あー、こんなお札はないな、これ。これ有罪だな、みたいな。もうこれ、もうこれ、逮捕や。な？裁判官もわからんから。裁判官もお前、最近裁判やりだした若いあんちゃんだから。こんなものは見たことがないと。これは非常に悪質であるって言って、もうこれ、な、懲役15年や、これ。どうするこれ。本物なのに。誰も知らないから。そういうことなりかねないよこれ。どうなのこれ。コンビニではどう判断してんのよこれ。
な？で、わからんから、突き返すということもできないでしょ。そやろ？本物のこの聖徳太子の1万円札をコンビニに持って行きましたと。ね？店員がよくわからんから、この本物かもしれませんけど、僕はよくわかりませんから、これは使えませんとかで追い返したらさ、苦情行くやん、本部に。なんだとお前はこの本物のお金持っていってるのに物売れないのか、ちょっとこんなも炎上や。な？こんな。でも謝罪やん、これ社長が申し訳ございませんでしたって言って、これ記者会見してこれ。今後再発防止に努めていきますとかでこんなお前、社長交代やん、これ。株価暴落やで、これ。そやろ？どうしてんのこれ、コンビニでは。機械に通すんならわかるよ。とりあえずわけわからんもの持ってきたら全部機械に通せやったら、な、機械に通して、通るんやったら OK でいいや。な？わからんやつでもそれぐらいできるだろ、それ。外人でも。な？平成生まれのバカでも、外人でも、とりあえずわけわからんものでも、通したらいいわけ。通ったら OK ってやったらいいけど、そういう機械をやってんのか今は。というか、この古いやつは発行停止だけど、今も有効だから使えないとおかしいわけ。それが本当に使えるのかどうか俺知りたい、これ。な？一回やってみたらいいやん、これ。こういう、まあ俺これ持ってないけど、この古いやつ。これを持ってるやつは、ちょっと一回それでやってみて、コンビニ行って。どうなるか。な？それ YouTube 動画跳ねるから、100万再生だったら10万ぐらいなるだろう、それ。な？それすごい気になんねん、これ。他ね、これが1万円のやつだろ？発行されてないが有効だからな。使えないとおかしいわけ、これ。5000円。これや。これ。ニトベや。ニトベ稲造や。な？俺ちゃんと読めるやろ、これ。俺こう、バカみたいなふりしてるけど、実際学歴結構あるからな、これ。ニトベな、これ。まあ、何したい人かは知らんわ。多分、嫁さん外人やったと思うけど。だからこれに子孫は愛の子だわ。本血児だと思うよ、これ。ニトベな。多分、嫁さん外人やったと思う。何した人かは知らんわ。そこまで興味ないしな、これ。これさ、最近まであったような気するけど、ちょっと待って、俺財布見るわ。これ5000冊あったと思うよ。5000冊ちょっと待って。これや。あかんわ。樋口になってるわ。やられた。やられたわ。俺レア逃したわ。レアカード逃した、これ。これじゃないわ。知らん間に変わってるわ。お前らもうこれ、このニトベ見つけたら確保しとけよ、これ。レアカードやからな、これ。知らん間に変わってんね。これ知らんけど、これも5000円。聖徳太子や。なんでお前1万円も5000円も聖徳太子なんだよ。紛らわしいだろ、これ。聖徳太子な。こいつしかおらへんのかいな、これ。他は？ 1000 円。昔の1000円。夏目や。夏目な。夏目、本書いてる人やろ。まあ、俺漫画家とかああいう、この物書きは一切評価しないから。な、好き勝手に書けるやん、これ。これも持ってるか、お前ら、これ。夏目。今は、夏目じゃないぞ。な、今、さっきの、誰だ、名前忘れたわ。あの、死んだ人。野口や。ちょっと待って、俺千円札あんね。今、これ芝居ちゃうから、ほんまに、ほら、ちゃんと紙あるぞ、これ。千円札ちょっと待って、行くぞ。野口やろ？野口、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 あかんわ。野口や。あかんわ。千円札、7枚あるけど全部野口や。あかん、やられた。夏目、押さえてなかったわ。やられた、これ。レアカード逃した。お前らこれ、あったら確保しろよ、これ。古いお札って何破壊してんの、それ。なぜなくなっていくの？新しいのが増えたら古いやつは、どうしてんの？日銀が没収してんのか？古いのずっと出回らんようにしてんの？そう、聞いといて。
黒田の春ちゃんにそれ、古いやつどうしてるんですかって。回収して自分の懐に入れてんのか、それ。ちゃうやろ？どう潰してんの？ちゃんと管理しといて、それ。ちょっと怪しいん違う？いや、だって分かれへんやん、そんな。俺が目撃してるわけちゃうから。古いのは回収してるとしてよ。破壊してますって言っても、そんな、こそっとポケット入れてるかもしれんやろ、それ。なあ、ちょっと怪しいわ、それ。信用したらあかんで、この国をな、これ。61年。あ、これ、あれ、伊藤や、伊藤な。あの、これ、中国のハルビンで、お前。韓国人に殺されたやん。アンジュン軍に。殺されたやろ、これ。暗殺や。な。で、伊藤やろ、これ。千円。な。これも俺知らんな。知らんとか俺これ持ってないから生まれてへんわ。こんなもんお前コンビニ持って行ってお弁当買えるかこれ。なあ。お弁当と野菜とで、まあ今500円では買われへんから600円、700円するやろ。お茶でさらに200何倍やから、結局お前800円ぐらい行くわけ。1000円でこれ、ピャッと出してさ。これ絶対店の人変な顔すると思うよ。これ何これみたいな。ヒゲもじゃもじゃのおっちゃん誰みたいなさ。この伊藤博文なんか知らんから、それ。そうやろ？やっぱ機会があんのかな？なあ、だからこんな、ちょっと俺そこが気になるんや。で、昔は500円券であるんやって、今あれへんやんな。500円って言ったらあの、でかい。金属のやつやろ？昔500円であんねん、これ。ほら。俺知らんけど。1994年。あれ、でもスパ 2X の年じゃない？こんなんあんのこれ。お、知らんわ。岩倉、グミ、ともみだ、知っとるわ、それぐらい。な。岩倉ともみだ、知っとる、それ。な、何した人かは知らん。それは知らん。京都のおっちゃんや。な？岩倉智美。500円やで、これ。こんな絶対お前、若いやつ知らんよ。500円で紙の札があること知らんから。いや、絶対コンビニでな。じゃあ、な、エナジードリンク、まあ200円ぐらいや。で、これ持って行ってみ。絶対警察呼ばれるよ、これ。な、偽札っていうか、はい、500円ですって言ったら。500円で紙はないわけや、今。でも瞬間的にもう通報だよ、これ。で、来た警察のポリのバカが、500円、いや、500円で札はないでしょ、これ。いい加減なこと言ったらいかんよ、これ。はい、逮捕や。な？お前、これまた警察署で、交流や。これ。な？弁護士呼んでくださいって。な？当番弁護士呼んでくださいって。な？弁護士来たと。で、その弁護士も、な？あの、平成生まれのバカだから。あ、これは偽札ですね。よく、よう弁護しませんよ、みたいな。もう帰らせてもらいますって言って、もうそこ帰るわ。どうする？これ。弁護士からも見放されるみたいなさ。なあ、あいつらお前弁護士なったけども、そういう基本的な知識はないから、これ。歴史が頭入ってないから。500円なんかお前な、金属だと思い込んでるから。まあいつらもよう弁護せんわ。なあ、もうお前、青山弁護士か、横山弁護士呼ぶしかないよ、もうこうなったら。なあ、オウムの。昭和46年。こんな知らんて。これ岩倉やろ？で、500円の枠は岩倉らしいな。これ見たら。こんな500円もコンビニ持って行ってみろよ、これ。今もうこれ有効だぜ、これ。有効だよ、これ。この500円、しょ。こんな46年でいつだよ、これ。こんなボロボロのやつさ。これでお前エナジードリンク買ってみろ、これ。なあ、それ YouTube の動画して、これ。な、俺にそれ後で教えてくれよ、これ。他にもあんねん、これ。100円だよ？
100円の紙。これ、誰これ。ヒゲの、これ。板垣しりぞきすけや。な、大輔知っとるわ、それ。な、何した人かは知らん。な、板垣自由民権運動かは知らん。自由民権運動が何かは知らん。な、これ、板垣100円コンビ。これコンビニ持っていけよ、これ。機械に通らないだろ、これ。なあ、そんな、判別できるのか、これ。これ自販機入んの？これ。無理だよな。無理無理。絶対1000円以上しか無理だと思うわ、これ。いや、機械で判別できなかったら人しかないだろ。その人がさ、この知識ないから、生まれてないでしょ？これ昭和49年とか。いや、生まれてる人ももう忘れてるよ、これ。おじいさんでも。使えるの？これ。無理でしょ。人が対応できないもん。機械無理、人無理だったらもう無理じゃん、これ。昭和31年発行停止。これ、これとかさ。もうほら、もう、なんか歴史の教科書に載ってるレベルだろ、これ。聖徳太子とかさ。中央100円の文字の下にある赤色、これか、なく、裏面模様が赤いものは執行権ですから、こんなわからんって。絶対そこまで知識ないよ、これ。これ絶対、この100円でお前うまい棒買って。コンビニに売ってるからうまい棒、これで。もうそれで逮捕だよ。拘留、有罪だわ。懲役15年だわ、これ。偽札使用の刑でな。これ。誰も知識ないもん。そやろ？店員知識ない。警察知識ない。バカだからな、あいつら。弁護士知識ない。裁判権知識ない。裁判長知識ないから。有罪やん、これ。間違いなく。やばいね。50円券。50円もあるんだって。これ、誰？これ。これ、高橋、これ、清や。だるまさんやろ？だるまさんな？音竹さん違うで、これ。こんなん、50円だよ。これでうまい棒買って、これ。それ逮捕だから。懲役15年な？それだけで。こんなん持ってないよ、これ。有効だよ？有効って書いてあるもん、これ。有効。エフェクティブや。執行してないよ。10円もあんだよ。10円の紙。これ、国会議事堂違うか？これ、10円だから、うまい棒買えないか。買えないな。うまい棒10.8円か。消費税。食料だもんね、あれ。10% じゃないから。10.8円やろ。え、切り上げになるの？ 10.8 円っていくら？ 11 円か。切り捨てやったら買えるか。10円。切り上げ？一本だけやで。買えるぞ。10.8 円。スーパー行ったら安いか。うまい棒。10円で買えるか。これ出してみ？これ。コンビニじゃなくてもいいわ。イオンとか、イトーヨーカドーとかこれ。もうおばちゃんに通報されるやろ？レジのおばちゃんに。もう、ま、これ懲役15年や、これ。誰も気づかんもん、これ。せやろ？これだけで懲役15年だ。臭い飯15年、これ。下手した無期懲役だよ、これ。工藤会だわ、これ。な？ 10 円やろ。5円。5円あるんだって。有効だよ。これ無効にしたらダメな、5円。5円の紙。これ、何これ門祭。サイモンや。サイモンや。1955年、5円、これ。5円チョコ買えないか。今もあんのかな ?5 円チョコって。5円チョコ消費税 0.8% やろ。いけるか ?545.4円。これ。こんな、お前、有効って。絶対わからんよ。クイズ王でもわからんの違うかこれ。1円あるよ。1円。1円の紙、有効だぜ。これ、誰このおじいさんこれ。
二宮尊徳やったよ、これ。何の人これ。よ、わからへんわ。巻き折ってるやつやろ。まあ、勉強した人やろ、要は。苦学せえよっていうことや。な、それだけ。1円だよ、これ。お前何にも買えないやん、これ。まだあるよ、ほら。竹の内の少ねえや。ほら、俺読めるやろ？賢いやろ？お前ら読めないやん、これ。竹の内宿屋とか読むやろ？竹の内の少ねえや。な？俺賢いから、こう見えても。な？少なくとも小泉のせがれよりかは賢い。な？関東学院大学偏差値50ないから。35から40いくらだからな。それでコロンビア大学っておかしいと思うけど、どうなんだろう、これ。な？ 1 円だぜ、これ。これなんか、ひげもじゃのおじいさん。これ存在するかどうかわからんから、こんなものな。まだあるわ。大黒像。ほら、これ。商売繁盛みたいな感じや。な？縁起よろしいな、これ。明治時代だよ、これ。これ今も有効だぜ、これ。1958年停止されてるけど、1円。これ。な、だから100円ショップ行って、ダイソーでいいや。100円ショップ行って、100円のもの買うやろ？食い物以外な。110円や。これ10枚出せよ、これ。あ、普通の1円9枚とこれ1枚でもいいわ。これたくさん出したらもったいないから。レアカードだからな、これ。店の人どうするかな、これ。店の100円ショップのおばちゃん。通報か。偽札で。通報やな。おばちゃんわからんやろ？な？店長わからん。な？来た警察わからん。な？に弁護士わからん。裁判員わからん。な？逮捕や。懲役15年確定だわ。1円で。たかだか1円で、これもう臭い飯確定だわ。やばいね。まだあるよ。竹の内の少ね。これ。これ何書いてるかわからんもん、これもう。ぐちゃぐちゃ、なんか呪文みたいなの書いてあるけど、日本書紀みたいなんな、これ。古事記みたいな、わけわからんけど、武田の孫の孫か。な、平民武田かわからんけど、まあ、平民武田やったら読めると思うけど、ともちゃんで読めると思うけど、俺読めないわ、これ。ぐちゃぐちゃぐちゃっと。こんなん、有効だよ、これ。まあ、向こうにもあるんだけどな。現在発行されてないから、まあもう、この辺りはいいか。な。これ、ギザ銃や、いわゆる。ギザ銃な。ギザありは発行されてないけど有効なわけ。こう、断面にギザギザのやつあるやろ？今も多分出回ってると思うけど、ギザ銃集めたら価値があるとか言うけど、大してないから、そんなもの。じゃあその10円が100円になるの？それ。年代によってはあるかもしんないけど、普通のギザギザなんかその価値ないよ、それ。何でも集めたかて。何を言ってんのこれ。100円。これちょっとちゃうやろ。ちょっとちゃうよ、ほら。今とちゃうやろ。これもほら。なんか分かれへんやん、これ。ほう、何これ。天皇の鏡なのこれ。草薙流なのこれ。矢神草薙なのあれ。三種の神器なのこれ。こんなもん店持ってっても捕まるの違うこれ。偽の金ですって言って。見たことないもんね、これ。50円。ちょっとちゃうやろ。今の50円こんな点々点々になってないから、ちょっとちゃうねん、これ。ほら。ちゃうやんな、今と。これ今も使えるみたいよ。10円。さっきのギザ10やろ？ 5 円。ほら。これ今の5円っぽいけど、よう見てみ、これ。書体がちゃうねん、これ。5円が。ちょっとほら。なんか明朝体みたいになってるやろ。今の5円ってゴシック体みたいなやつだと思うけど。
こう使えるみたいよ。これはわからんわ。これ。護衛。国会議事堂違うか。こんなんあるんだって、これ。まあ、とにかくやな。ちょっともうこれ、もう話長いからもう。これがしょぼいと。このな。これがしょぼいというのと、あとさ、お前は出てくるな。お前は出てくるな。もう終わりや、これ。お前は出てこんでいいわ。